皆さんこんにちは、フォルクスワーゲン札幌東です。今回はタイヤ空気圧警告灯のご案内をさせていただきます。北海道ではタイヤ交換をした後に空気圧警告灯が点灯することがよくあります。その際、車に搭載している空気圧警告灯のリセットを行っていただくことにより解除することができますので、そちらのご案内をさせていただきます。それではご説明します。まずこのタイプのディスカバープロであれば、右下メニューボタンを押していただいて、この車両のボタンを押します。そしてまた画面の左下選択を押して、車両ステータスを選択します。そうするとこの画面になります。次のボタンを押すとタイヤ空気圧警告灯の画面が出てきます。すべて4輪を見た後にセットというボタンを押して、必要な値と一致していますかで確認を押します。これで空気圧が保存されリセットになります。こちらのタイプのディスカバープロの場合は、左上メニューボタンを押していただいて、同じく車両のボタンを押します。同じく選択で車両ステータスを選んでいただいて、タイヤ空気圧警告灯こちらのセットを押していただき、同じように全て空気圧を確認した後、この確認ボタンを押します。こちらで空気圧が保存されリセットになります。現行ティグアンは自動計測になっておりますので、リセットボタンがございません。なのでその場合どうするのかの説明をしたいと思います。同じように車両ステータスの画面を開いていただきます。続いてタイヤ空気圧モニタリングシステムの画面を表示していただき、この括弧内の数字が空気圧の規定値になります。コンフォートですと 2.3、 標準ですと 2.6、 フル積載の場合、前が 2.6、 後ろが 3.1 になります。で今回、後ろのタイヤの方は 2.5 になってますので、後ろのタイヤが空気圧足りないことになります。足りない場合、このメーターの方でタイヤの空気圧警告灯が表示されます。このように空気圧警告灯がついた場合、この3つを操作してみてください。